うん、あれ UWP って Linux いけますっけ？いけないですよ。いけないですよね。うん、いけない。そうか、そこはできないですもんね。うん、そう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 。そうなんですよね。まあ、こう、なかなか、ザマリンの場合も、ザマリンフォームズはあんまり、こう、一部ではすごい盛り上がってんだけど、盛り上がり感にか、全体として盛り上がり感に欠けてるっていうのはあるので、まあ、なかなかちょっと難しいものはあるかなというふうには思ってるんですよね。ザマリンフォームズのWPF の上に乗っかるザマリンフォームズっていうサポートも、確か限定的だったと思うんですよ。バイナリー配布じゃないので、確か自分でビルドするとか、なんかちょっとめんどくさかったんじゃないかな。という、まあ、自分で言っててね、すごい寂しい状況だなと思ってるんですよ。トーンダウンしてるのはそういうことだと理解してください。なので、まあ、なかなか何を選ぶか難しいですよね。なんかこう、僕が言うのもなんだけど、エレクトロンで作ったらいいんじゃないですかってちょっと思うんだけど、本気で考えてる人はエレクトロンでやったらどうですかみたいな。まあね、かくいう僕自身もエレクトロンの本買ってきてちょっと見たりとかしてるから。ああ、そうなんですか。僕はまだそこすら着手してないけど、調べる。VS コードが、はい、ね、採用してるからね。ああ、そう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 。まあ、エクセプションとかやり始めようとするとね、避けれないですね。うん、そうね。VS コードと、僕の場合は Git クラーケンがやっぱりエレクトロンなんで、やっぱりああいうのをまざまざとこう完成された製品として見ちゃうとね、うん、もうエレクトロンだろうかみたいな、なんかちょっと思っちゃうとこあんだよね。まあ、でも、妥当な選択かなと思うんですけど、今の。そう、特にそのマルチプラットフォームをね、優先するんならそういうことになるね。うん、ちょっとね、なかなかね、自分がね、合わないですよね。ああ。自分自身では。まあ、ちょっと僕、その JS に慣れてないっていうのもあるし、書けなくはないけど、なんかいろいろ大変そうだよなっていうのはあるので、まあ、なかなかちょっとね、じゃあもうエレクトロンに移行しますとか言ったりもできないし、まあ、僕 GUI のアプリケーションとか開発はすごいクールなものを作るとかいう技量がそもそもない段階で何を言ってんだっていう話はあるけども、まあ、そんなに入れ込んでるわけでもないので、僕はどっちかというと低レベルな方なので、低レベルな層をゴニョゴニョする方なので、まあ、そこまでなんか突っ込んで真剣にやる気がないっていうのを、まあ、今あんまりやらないというかな、こう静観してる理由というか。まあ多いですからね、でも UI とかは。まあ、そう言いながら今仕事でバリバリ WPF やってんだけどね。だからこの後どうするかってね、本当に僕も悩みどころなんですよ。このままなんかいくらなんでもこのまま WPF をっていう状況じゃないと思っているので。どうするのか。でもなんかこう、そのさっき言ったように1日の大半の時間をそれに費やしてるから実現してるっていう自覚があるので、なので仕事としてじゃあエレクトロンに移行するとかリアクトネイティブに行くとかフラッターに行くとか、もう腹をくくるレベルですよ。だから1日もそのどっぷりそっちの方をやらない限り、その技術者プロの技術者としてのそのレベルに達しないと思ってるんで、そうなるともうなんか他のことできなくなるじゃないですか。エレクトロンもリアクトネイティブも、なんかまあフラットはまた別だけど、まあ、言語から環境から何から何、こう全部違うじゃないですか。だからそれにかける時間とかいうことを考えると、もうなんか他のことやってられんよね、まあ、ドットネット諦めるのかみたいな世界に入るぐらいじゃないと無理だなと思ってるので、なんか本当そこはね、苦しいところですよね。いいんですか。だから1日12時間ぐらいは、うん、エレクトロンとかやって寝てる間ドットネットやってる。今12時間って言いました。僕は8時間やって、あと遊びたいんだけど。飯食って遊んで。遊びはあれですか、エレクトロンですか。まあ、ね、そう、結局そうなんだよね。なんか仕事でドットネットのことをまあ仮にやってるとして、新しい方に行きたいからって言って、3時間何もなんか趣味的なことも、あるいは何もせずにぼーっとするだとかいうことも全部捨て去って3時間とか4時間とかいう時間を費やそうと思っても、結局それって1日の半分の仕事でやってる半分の時間しか費やせないですよ。だそれで今さ、バリバリ毎日毎日バリバリ仕事でやってる人たちに追いつけっていうんだから、それは大変な話です。ので、どうしてもね、なんか何かに移行しようと思ったら、それを仕事にするぐらいじゃないと難しいなと思ってるんですよね。僕はそんなに頭のいい方ではないので。それちゃうけど、その、仕事でやるのは、プロとしてきっちりやらなきゃいけないと思うんですよね。で、一方、その、今これ、センターシリアルなので、コミュニティっていう立ち位置だと、完全に先頭を走る必要はないと思っていて、むしろ周りに合わせて出すとか、必要なものだけ出すとか、そういうところのが大事なのかなと思ってます。で、そのアフターファイブの時間を自分をどこにつぎ込むかみたいな。そうですね。今まで仕事でやれないものに対してもうちょっとプロフェッショナルに行くのか、仕事と同じものをより深く、仕事でできない領域もあるでしょうからね、ハンダ付けとかね、なのか、その辺の考え方なのかなと思いますけどね。コミュニティ活動をやるのであれば、ちょっとあえて先頭行かない方が、なんか利用者側に、足並みを揃えるというか、そこを理解できないといかんかななんて、ちょっと思ってますね。先頭走ろうと思うとさ、そういう人たちが集まるところに自分から行くぐらいじゃないと、なんか、人がそもそもいないですよ。先頭なので。先頭に突っ込んでいかないとね、いないんですよ。なので、そういう話を自分でね、ちまちまと発信してても誰が聞いてんだろうみたいな話になっちゃうので、それはそうなるよね。これ、あれですね、あれですね、なんとかソフィアとか。なんとか 2C とかね。なんとか600とかもそうだよね。いや、あれはね、分かってやってるから、別に悲壮なつもりは全然なくて、むしろ楽しんでるからいいんだけど、あれだよね、なんかコミュニティである程度、なんか人数聞いてくれた方が、こう自分の満足感も高いとか、そういうことを考え始めるとね、なんかさっぱりなので、なんか。そういうふうな方向で考えるんだと、なんかもうちょっとなんか一般人受けしやすい話とか、それはしないとなかなか難しいかなと思うね。それを、あれだよね、自分で楽しいと思えるかどうかっていうところがポイントかな。そうそう。自分典型的ですよ。発表するまでが楽しい。まあね。発表したらおしまいで、同じ発表はしないですよね。そう。なんか僕の場合だとあれかな、自分の中で完全にとあるトピックに対して完全になんか自分の中で咀嚼が完了して、これでなんか誰かにフィットする形でアウトプットが出せるって思った時に大抵発表するようにしてる。最近では。だからこの間の Async のやつなんかそうで、なんかもうなんかこれで完成の域に達したなって思ったから、じゃあ全部まとめて発表するなら今だと思ったからやったっていうのは大きいので、僕の場合だから次から次へとネタをなんかポン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 と発表するっていう感じじゃないんですよ。なのでなかなかね、発表するタイミングがこのあと直近でもなんかあるかと言われると、まだちょっと今やってるネタとかもね、深すぎて全然まとまってない、頭の中でもね、練られてない感じなので、なんか何をネタ出しはできないかもしれないですけど、どの辺に関心があって今やってるのは言語周りかな、プログラミング言語周りなので、その形になるかどうかね、もう自分のね、理解力のなさにへきへきとしてるなんかもう悶々と毎日毎日わかんねえってずっと悩んでる感じなので、なんでそれをいつの日か形にできるのかどうかわかんないけど、でももう今いけるって、今すべて分かったみたいな感じになったら、ひょっとしたらそれについて発表するかもしれないですね。うん、難しい。まあ、あれですよ、ナノパイの話もそうですよ。まあ、ナノパイなんてすごい、そういう意味では狭い範囲なんで、なんで、まあ、これ一つ一つも、なんていうんですか、今までそのサービスとして動かしてたやつをナノファイに移行するっていうネタとしては完成してるから、まあこれ書いてもいいかなと思ってブログに書いたのは、まあそういうこともあるんですよね。なんでね、知見の共有とかはまあ難しいんだけど、なんかネタがあって、この間もちょっとネタないですかって某所から言われたんだけど、今ちょっと無理なんですわみたいな話でちょっと断ったんだけど、なんでなかなか難しいですね、そういうのね。うん、まあ今日もね、なんかこの後そのものでWindows フォーム動きますっていうのを実演したいなと思ってるんだけど、まあ動かすだけなのね。そうです。動くだけなので、まあ、もしなんかやる気がある人だったら。なんか僕、Windows フォームのことしか分かんなくて、最近のやつのことが全然分かんないけど、Windows フォームなら分かるから、これやってみたいって思う人がひょっとしたらいるかもしれなくて、まあ、そういう人に響けばいいかなと思って、だったらなんか動かすまでだったら、こう、なんていうんですか、つまずきそうなポイントは分かるので、そこについてなんか抑えるようにしたら、なんかこう、有用な人にはいいかなというふうに思ったんですよね。だから、じゃあ、まあ喋るかみたいな感じで。うん、全然脱線してますけどね。思いっきり脱線してますけど。もう次もまた半年後ですからね。そうなのって言ってもな、ネタがな、本当にないんだよね、今。ないというか、じゃあ、ありすぎてね。最近何やってるかなと思ってね、ブログをちょっと見てるけど、はい、あんまりやってないな。と思いつつも、ごくごく最近で言うと、あれか、WPF でアプリ作ってるな。僕も作ってますよ、WPF でアプリ。仕事でしょ？仕事だよ。仕事じゃないってことでね。こんなモダンな見た目のアプリケーション作っていいんか、俺が、みたいな。ひいひい言いながら座標計算してます。座標計算してるの？座標計算をちまちまやんなきゃいけないほど UI が凝ってると思っていただければ。もう本当に泣けてくる。自分向きではないなと思いながらやっている。あとそうだ、最近あれをやりました。Windows 10をアップデートして。はいはい。WSL2 ですかね。そう。はいはいはい。ちょっと使ってみたいな。僕もまだ試してないな、そういうの。なんかめちゃくちゃ早いですね、起動が。そうなんですか。あれですね、互換性とかがどうなったのかちょっと気になるけど、多分レイヤー下げたんだから、互換性はより良くなってると思ってるんだけど。僕、ドッカー使いたかっただけだから、ドッカーさえ動いてくれればいいやって感じ。いや、それなのに今まででも動いてたじゃん。すっごい遅かったんですよ、起動。まあね。V が起動して。まあ、わかる。ちょっとね、これはっていう感じだったんだけど、今はストレスなく起動する。はい。なんか割といいな。そのために、ちょっとコアゴアと Windows をアップグレードします。なるほどね。さあ、じゃあ、なんか、動かしますか？今日の、動かしましょうかね。はい、じゃあ、僕も画面共有を、これは、遅くなるやつかな。これは見ての通り Windows フォームのプロジェクトですね。動かしてるのは Visual Studio の2019なんですけど、まあ一応、ですね、どこだったっけ？あと、ニュープロジェクトで、プロジェクトを始めるときには、これかな。Windows Forms App.net フレームワークの方を選んでください。これは理由が2つあって、ものはドットネットコアではありません。ひょっとしてこの辺も混乱している人がいるかもしれないので、モノとドットネットコアは一応、現時点でも一応まだ違うものです。なので、モノを使う場合には、ドットネットコアではダメです。ドットネットコアのプロジェクトで始めると、ドットネットコア SDK が必要になるんですけど、今回やる、ラズパイとですね、ナノパイネオ、ジェットソンはちょっと試してないか分かんないですけど、については、ドットネットコアはまだ動きません。この話はまた後でします。なので、選ぶときにはドットネットフレームワークをですね。ドットネットコアのコアが動かないけどね。ドットネットコアのコアは動くんですよね。ドットネットコアはもう動かない。後で話します。何を言ってるのか分かったので、後で話します。で、だからあれですよ、単純な話、今からは、Windows フォームのものを使ったものをやるけど、新規プロジェクトは、この .NET フレームワークの Windows フォームズを選んでねってことですね。そういうことです。はい。これを選べばいいです。はい。で、作った今、それを選ぶだけだと、Windows のアプリですよね。これ今見てるのはもう普通にビジュアルスタジオなので、ここで例えば F5 を押して、起動すると、そうすると、ちょっと画面がいっちゃったんですけど、こういうふうにフォームズのアプリケーションとして動きます。フレームの赤いのは OS 設定の赤いですけど、そうです。ごめんなさい。すみません。私、赤が好きな、赤い人なので。はい。赤。はい。こんな感じで、まずは普通に動くことを確認してください。ここが動かんっていうことはないとは思いますけど、こんな感じで、Windows 上でちゃんと動きますよねっていうのは、まず確認しておきますと。で、これのソースコードを、意識を、プラットフォームに持っていくんですけど、その前に、Windows フォームを、別の、要するに Windows じゃない環境で動かすとき特有のちょっと考え方について軽く説明をしておきます。それがこの図、さっき15分で書いたやつですけど、左側が今、私たちがビジュアルスタジオで開発している PC だと思ってください。で、Linux とも書いてあります。別に Linux でもいいという話ですね。で、Windows なら Windows でもいいと。で、ターゲットの、動かしたい、プログラムを動かしたいもののターゲットとして、PC の Linux とか、ラズパイとか、今回ネタにしたナノパイネオとか、あと、僕が持ってる、X86 ではない CPU アーキテクチャとして、Jetson TX2 が動かしやすかったので、Jetson TX2 ってあげましたけど。ラズパイですよ、ラズパイ。はいラズパイ X。これちなみにね、ラズパイって書いてあるけど、ここで想定してるのはこれですからね。今出たけど、なんか、こうですかね。はい、こうです。はい。Gen1 ですから。はい。で、別に2でも3でも4でも動く、4は分かんないですけど、動くはずです。動きます。で、Windows と違ってですね、これ、違うマシンじゃないですか。ものによっては、例えばラズパイも1から4までHDMI の端子ついてる。で、ナノパイはついてないけど、ジェットソンにもついてるので、こっち側のこのターゲットのマシンに直接そのディスプレイつないで、そこにウィンドウを出すことはもちろんできるんですけど、Linux の世界では、ちょっとそのウィンドウの扱いとか違うんですね、Windows と。基本的に Windows は自分のマシンにつながってるモニターに表示したりとか、自分のマシンにつながってるキーボードから入力したりとかする、つまりこの左側のマシンだけで完結してるんですけど、こういうふうにネットワークで分離した形で、プログラムはこっちで、ターゲットのマシンで動いておきながら、その入力と出力は自席のその PC で見たり入力したりできるっていうところがなんか大きく違うところですね。で、これを担ってるのがX11 っていうそのバックエンドのその仕組みというかアーキテクチャがあって、そいつがその X サーバーと X クライアントっていうものに分かれて、このサーバークライアントモデルを実現してるんですよ。これがね、すごい大きく違うところなので、これってつまり、なんかネットワーク越しにアプリケーションのウィンドウとかをそのまま出せたりするの、はい、その通りですっていうことですね。これを30年も前に、まあ、すでに実現していたのが彼らの世界という話です。で、この図でいくと、今ここにオクロックとか XIs とか書いてあると思うんですけど、それって実際のこのプロセスが動いてるのはこっちだけど、でもその画面にこう UI に表示してるのが、出力がこっち、自席の PC に表示されてるっていう、これがなんか大きく違うところです。まあ、実際ですね、今、目の前にオクロックが動きっぱなしになっているので、これを、持ってくるとですね、こうかな、こんな感じ。これ今まさに動いてるやつなんですけど、こんな感じで、今これTeams で配信してるのは Windows なんですけど、Windows のこう画面にこのオクロックのGUI が表示されているけど、動いてるプロセスはネットワークを介して別のマシンで動いているという感じ。これ Windows 標準に X クライアント入ってるんですか？はい、いいところに気がつきましたね。で、皆さん多分一瞬混乱すると思うんですけど、X クライアントではなくて X サーバーというんですね。で、まあ、その理由はちょっと後で話しますけど、あ、そうか。これご存知、Windows 10のストアアプリの、あれですね、ストアアプリのアプリというか、検索できるやつなんですけど、ここでアプリを、まあ、今ちょっと入力しましたけど、X410 っていうのがあります。これで検索すると、そうすると、X410 というアプリが配布されています。これ有料なんですけど、多分今、確かノーマルの額は高かったが$50かなんかで、でも今$10かなんかで配布されてたような気がするんですけど、これが X サーバーのアプリで、これをWindows にインストールしておくと、そうすると、こっち側の、Linux とかのそのアプリケーションと通信しながら、キーボードからの入力を向こうに送り、向こうからのその GUI の表示の要求を受け取って、画面に実際にウィンドウを表示するみたいなことをやってくれます。で、選択肢として別に X410 だけじゃなくても、他にもいろいろあるので、なんか、フリーのものもあります。なので、X サーバーフリーとかで検索すれば、多分いろいろ出てくると思うんで、今ね、はい、今 80% オフですね。あ、そうそうそう。多分安いところですよ。80% オフで、日本円だと1150円になってます。うん、はい。そう。僕ね、確かもっと安いときに買ったような気がするんですよ。まあ、残念ながら今はちょっと有料ですけど、これをお勧めしたいのは楽なので、すごい楽です。もう本当に楽で、まあ、僕、ストアアプリでメリットを感じてるのはこのアプリぐらいかなと思ってるんだけど、楽なので、まあ、これをお勧めしてますが、まあ、普通のアプリケーションのインストーラー経由でインストールして、なんかインストールする、そういうフリーの X サーバーもあります。なので、好きなものを選んでもらえればいいと思います。ここまではいいですかね。うん、大丈夫。はい。で、もう一つ考え方があって、例えば、この自席の PC が、モニターが複数つながってるとか、あり得るじゃないですか。で、そういった場合にですね、こっちの、実際のアプリケーションから、どこに出力すべきかみたいなものを指定する必要があるんですね。なので、ここ今、仮にですけど、ラーメンって書いてありますけど、要するにこの自席のマシンをネットワーク上で識別できる名前で、こういう定義が必要になります。つまり、これらのアプリケーションが、こう入出力で接続する先ですね、接続する X サーバーをこうラーメン:0.0 みたいな感じで指定するんですよ。で、ほとんどの場合、複数ディスプレイがつながっているといっても、大抵もうそれらを一括のすごいでかいディスプレイとみなしたりするので、それは X サーバーの機能によるんですけど、大体みなすので、後ろにまあ固定でコロン 0.0 とつければいいと思ってもらえれば、まあ、多分大丈夫だと思います。この話はまた後でしますね。まあ、要するに、こちら側のアプリケーションは、入出力をするための X サーバーとしてどこに接続するかっていうのを理解する必要があるということです。はい。で、導入としてはそういう話です。じゃあですね、このハローワールドのアプリは持ってきてビルドしただけなんですけど、これをソースコード一式を全部そのターゲットのプラットフォームにコピーとかしてください。ここではまあ GitHub に今上げたので、そいつをターゲットのプラットフォームの方で Git クローンでソースコードを持ってきてビルドするみたいな感じで、話を続けたいと思います。今ですね、ここに3つの環境をちょっと用意しました。で、まずこれがですね、ラズパイの1ですね。さっき言った Gen1 です。すごい古いマシンなんですけど、まず、モードを使うためには、apt インストール、これ、はい、スルーが言いますね。apt インストール、モノデベル。こんな感じですね。モノデベル、モノ-デベルっていうふうに、入力しますと。で、まあ、実は、これもうインストールしてあるので、ここでは、繰り返しインストール作業は実際には起きないんですけれども、こんな感じですね。ちょっとラズパイ1ともなるとインストールに結構時間かかるんで、30分ぐらいかかってたような気がするので、まあ、やってくださいと。で、これでインストールが正常に終わりさえすれば、もうモノが使えるようになってます。インストールされてるかどうか一番手っ取り早く確認するにはモノと。入力すると、まあこういう感じで出るので、まあインストール自体ができてるなということが分かりますと。で、Windows と違って、exe をそのまま指定しても、シェルから指定しても実行できるわけではないので、モノ環境の場合は、モノ、ターゲットエグゼみたいな感じで指定することになると思います。まあ、それはちょっと今からやりますけど、今まだ、手元にはさっき言っていたソースコードがないので、まずここへソースコードを持ってきますね。ちょっと待ってくださいね。あ、違うわ、こちら。これかな。今、GitHub の私のリポジトリにモノテストみたいなもの、こういう感じですね。こういう URL でモノテストみたいなのを上げてあります。これはWindows フォームのデフォルトで生成、ウィザードで生成されたやつがそのまま上がってます。これをGit クローンで手元に持ってきますね。はい。まあ、少ないんで、一瞬です。ここにはもちろんバイナリーは入っていないです。はい。来てると思います。こんな感じですね。Hello Windows Forms と Monotest Solution という2つの、フォルダとファイルがあります。で、ビルドする場合は、MS ビルドを使いたいところなんですけど、ちょっとね、試した感じでは、環境によって MS ビルドにちゃんとパスが通ってる場合と通ってない場合があってよくわからないので、X ビルドというのを使います。これは、今ではもう MS ビルドと一緒になってるのかな。起動するときにちょっと警告が出るんですけど、まあ今でも使えるので、多分 X ビルドを使うのが一番いいかなと思います。で、そうすると、こう見ての通り、ビルドが走っていきですね。ちょっと、まあラズパイ1なので、ちょっと時間かかりますね。これ、ビルドは必要なんですか？はい、必要ないはずです。必要ないというのは、ビルドしたエグゼと必要なアセンブリの DLL を全部持ってくれば動くと思います。ああ、Windows でビルドしたものを。うん、そう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 。今、ビルドもものがインストールされてればできるよという話をするためには持ってきたんですけど、ソースコードだけ持ってきたんですけど、バイナリーでも持ってこれます。ただし、ここで重要になるのが、ターゲットプラットフォームで、.NET4.5、フレームワーク 4.5 である必要があります。Windows 側でビルドするときに、そうそうそう。ひょっとしたらね、今の最新のものを使うと、4.6 か7ぐらいまでいけるのかもしれないですけども、4.5 かそれ以下のバージョンでビルドする必要があります。少なくとも .NET Core では動かないです。まあ別物ですもんね。まあそうですね。ものの出自は、これなんかちょっと遅いな。なんかおかしいですね。あ、そうか。今これで見てるからかな。あ、すいません。終わってました。すいません。今の拡大鏡で見ると、ちょっと止まってましたけど、いけてますね。ちょっと待ってください。こうか。これでずっと見ると、なんかウォーニング出てたけど、ビルドはできていますね。Don't know how to handle global section, extensible globals, ignoring. まあ、大丈夫でしょう。はい。で、何話したんだ？そうそう、ものは、確か2003年ぐらいから始まってるんですね、プロジェクト。だから、.NET フレームワークの歴史とほぼ足並みを揃えてきてるっていうのがあります。なので、まあ、MS ビルドの進行も、それからその .NET フレームワークのバージョンの進化に伴って、それに追従して、ものの方もこう 1.0 から 2.0、3.0、4.0 という感じで進化してきているので、なので今、まあ、4.5 が一番そういう意味では安心して使える最低のプラットフォームかなというふうに思っています。これで、ビルド通ったので、ちょっと移動してみますね。これで、ビンデバッグと Hello Windows Forms Exe というのがあります。まあ、ここでさっき言ったように、これは Windows じゃなくて、ラズパイのラズビアンなので、このまま Exe を実行できるわけではないので、ここでモノのランタイムというか、実行エンジンですね。これを挟んで、Exe を指定します。ちょっと待ってください。あ、そう、忘れてました。さっきちょっと環境リセットしたが、そう、ここで出てくるのが、先ほど話した、どこのX サーバーに出力するのかっていうのを指定するという話ですね。これでいうとこの、これですね。これを指定する必要があります。今回のでいうとですね、PC の方、ちょっと待ってくださいね。いろいろグダグダになってしまった。もう一度出すと。今回のこの自席の今、Teams で配信しているこの Windows のマシンは192、168、233、193という IP アドレスが割り当たっています。なので、X のクライアント、プロセスの方からそこへアクセスできるようにしないといけない。それをするためには、ディスプレイ環境変数というのを使います。ディスプレイイコール、今の IP アドレス、コロン 0.0。こうですね。エクスポートっていうのは、これを他のプロセスというか、これから起動するプロセスとかでも、この環境変数を見ることができるようにするという意味です。バッシュの場合はこうなんで、C シェル使ってる人いないとは思うんですけど、C シェルはまた違います。で、これでいけるようになったので、では、起動してみましょうかね。できるかな。あ、来ましたね。ちょっと画面が出て、ちょっと待ってください。持ってきますね。あ、来ました。これです。はい、こういう感じで、フォームが見えます。ちょっとね。同じ PC だとなかなか分かりにくい。そう、分かりにくい。まあ、なんか動いてるけど、そうなのみたいなのはありますけど、ちょっとこの辺のリペイントが今、なんか変に黒かったりとか怪しいんじゃないのって思うかもしれないですけど、これは多分なんか X サーバーの問題だと思います。ここで言うとX410 というアプリケーションの問題かなと。今こうやってなんかウィンドウをサイズ変更したらちゃんと直ったので、まあ多分大丈夫でしょう。はい、これで今つまり何が起きているかというと、ラズパイの上でプログラム、C シャープで書いた、.NET フレームワークで書いた Windows フォームのアプリケーションをモノのランタイムの上で動かし、その結果として入出力が Windows の PC の方で行えるようになっているっていうことですね。で、これと同じことを、何しろ、モノはマルチプラットフォーム対応なので、じゃあ今度は、もともとの話の原因になったナノパイネオの方でやってみたいと思います。こちらももうものはインストール済みです。さすがにラズパイ1よりは早いですけど、やっぱりちょっと時間かかるので、インストール済みです。クローンで、どれだったっけ？これじゃないね。これですね。これね。でクローンしていきます。で同じように X ビルドします。はい、できましたね。まあなんか同じウォーニング出てますけど大丈夫でしょう。じゃあ同じように。はい、ここで、ものの Windows Forms Exe と同じことやってます。何をやってるんだ俺はみたいな。エクスポート環境変数は必要です。で、起動します。はい、2つ目が来ましたね。これだ。これです。はい。やっぱなんかちょっと下の方のリドローがおかしいので、やっぱり X サーバーの原因のような気がしますね。はい。で、もう一個。今度は Jetson TX2 でいきますかね。Git クローンで。クローンしていきます。はい。で、X ビルドをします。早いですね。やっぱりジェットソン早い。これ、あれかな。どうでもいいけど、サーバーで買ったやつ？ああ、そう。あの時買ったやつです。はい。あれですね。空港で箱開けて見てたやつです。あ、そう。もう怪しさ全開って感じ。で、Windows Forms。はい、出ました。やっぱり早いですね。ジェットソン早い。はい、こんな感じですね。同じような感じで出ましたと。はい。というわけで、まあ、動かすポイントとしては、プログラムの方で言うと、まず .NET フレームワーク 4.5 をターゲットにしたプロジェクトで作るってことですね。これは、さっき言いそびれたんですけど、案に想定しているのは、最近の.NET コアでプロジェクトを作ると、CS プロジェの中って、新形式って言って、シンプルな感じになってるじゃないですか。XML が。で、あれはダメです。形式だとビルドできないので、昔ながらの、なんか長い、なんかいろんなソースコードへのパスが書いてあるとか、設定とか全部網羅されてるみたいな、CS プロジェの形式じゃないとダメ、プラス、.NET フレームワーク 4.5まあ 4.0 とか昔のものなら動くかもしれないですけど、新しすぎるのは多分ダメなので、そこだけ注意してもらったらいいと思います。っていうことと、それから、動かすときに、ディスプレイ環境変数を指定するということ。そして、実績の PC に X サーバーがインストールされていること。っていう3つのポイントですね。まあ、これを押さえれば、まあ、割と簡単に動かせるようになると思います。これ、標準のコントロールは、まあ多分動くだろうってことですかね。はい、そうですね。いいですね。はい。買い物はまあちょっとわからんですよね。そう、特にみんななんか動かそうと思ったときにはまりそうなのは、ヌゲットのパッケージで何がいけるのかみたいなのはあると思っていて、で、まあ一つはなんかこう、ネイティブのライブラリに依存してるかどうかは大きいと思うんですよ。だから全部なんていうんですか、要するに IL で書かれているというか、まあ、普通に C シャープだけで作っている、そういうライブラリなら多分動くでしょうと。で、それからネイティブにバインドしているものは、ターゲットのそのアーキテクチャ、CPU アーキテクチャに対応したネイティブバイナリーが同梱されているヌゲットのライブラリだったら動くと思います。だからそこは大きいところですね。だから複雑な、例えば、ブドウの国の、コントロールとか、なんかそういうのは多分動かないです。あとはあれですね、今、X サーバー、ディスプレイ設定して、アプリケーションから、表示する X サーバーにつなぎに来てるんですよね。そうですね。なんで、名前解決しとくか、まあ、IP、今みたいに IP 指定してるからですよね。そうですね。ってことは、今回みたいなタク内はいいけど、クラウド上で動かそうとした場合は、ポート開けるか、もしくは、サーバー上で X サーバー立ち上げて、まあ、別の仕掛け、RDP とか、見るとかっていう格好なんですかね。そうですね、多分なんか、まずポートを開けるっていうのは、いろんな人に聞けば、多分全員否定すると思うんですけど、っていうのは、なんでかというと、この X サーバーのプロトコルは暗号化されてないんですよ。なんで、非常にこう脆弱になってしまうんで、多分それは推奨されなくて、今だとあれじゃないですかね、SSH でトンネリングするっていうのが、まあ、メジャーなやり方なんじゃないかなと思います。それはなんか SSH トンネルとかで調べるとか、あるいは、テラタームで一旦ターゲットのマシン、ホストに SSH で普通にログインすると、そうするとディスプレイ環境変数を自動的に設定してくれて、なおかつテラタームが裏でSSH のトンネリングの準備をしてくれるという、なんか結構嬉しいことをやってくれる機能。ちょっとあまり利用シーンが想定できないんだけど、サーバー上で GUI でっていうのが。もう必要な時に見るだけだったら RDP みたいなのでもいいのかなと思ってますよね。全くその通りで、今あんまりそういうことしないと思うんですよ。その X サーバーで表示するにしても、ローカルのマシン PC 上のその画面に表示するためにやってるっていうだけで、なんかこうネットワーク越しにっていうことはあんまりシチュエーションとしてはないと思います。今回みたいにもうターゲットのプラットフォームがもうそもそも PC じゃないからしょうがないじゃないかみたいな、そういう話の時ですね。なんで、クラウドのマシンで X 使いたいからって言って、その X プロトコルが通るようにするっていうことを考えるっていうのがそもそもあんまりないですね。やって不可能ではないけども。あと、あれはいいかもしれないです。さっきちらっと言ってた、WSL2 の Docker で動かして、アプリを手元で見るっていうのは結構幸せいいんじゃないかなっていう、そうですね。まあ結局それもあれですよね。なんかネットワークが仮想化されているというか、要するに自分の PC の中だけで完結してるから、まあその危険とかそういう話もないだろうみたいな話もあると思いますね。で、ちょっといいなと思ったのが、開発ファイルを転送しなくて済むので、Docker でマウントして。っていう格好だと。そうですね。なので、だいぶやりやすいんだろうなっていう感じ。まあ、実はなんか、今回この説明したのは、その、モノの、その、Windows フォームをどうやってマルチプラットフォームでみたいなネタで話をしてるんですけど、X のアプリケーションみんなこれなんですよ。なので、Linux 上でその GUI で動かしているアプリケーションは、ディスプレイ環境変数を与えると、別のマシンで見れたりします。ちょっとダメな場合もたまにあるんですけど、なんかフォント周りとかちょっと怪しかったりするので、なんですけど、まあ、実はちゃんと見える、ほぼリモートから、こう、なんていうんです、その、ディスプレイのウィンドウの表示と、キーボードとマウスの入出力だけを担っていて、プログラムは別の場所で動いてるっていうやつを、ほぼすべての環境で実現できます。これ、さっき僕がやりたいって言ってた。はいはい。Mac でも Linux でも Windows でも、動くようにしたいのが、同一バイナリーで実現できてるんじゃないですか。まあ、ものの何回も入れなきゃいけないけれども、ソースを展開せずに EXE のコピーだけできるってことですよね。そう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 。いけますよ。そのビルドしたバイナリーが .NET フレームワーク 4.5 とかだったら多分いけますね、問題なく。なるほど、いいじゃないですか。そう思うじゃないですか。だから、なんか、今、すごい混乱してるじゃないですか、そのマルチプラットフォーム対応のアプリケーション開発とかをどうしようって、まあ、さっきの話、ずっとお話ししてたのの延長だけど、なんか、それでみんな混乱したりしてるので、それまではなんかあんまりもう過去のものとしてなんか気にも留めてなかったのが、いや、ひょっとして Windows フォームいけるんちゃうとか、ちょっとなんかププって自分で言いながら笑いながらちょっと考えたこともあるんだけど、何も難しくない。僕が使いたいそのハードウェア周りがどれくらいこう、もの側からでラップされてるかみたいなところが気になりますね。それは、例えば、ラズパイってなんか I2C とかのライブラリあるじゃないですか。で、その I2C のライブラリをラップする、そのアセンブリを、まあ、C# で書けばいいわけですよ。で、その時の書く時の知識になるのは、普通にDLL インテロップとか、なんかあたりのをそのまま使うだけですね。そうだから、なんか、ちょっと頑張れば書けなくはない。まあそういう意味では、あれだけどね、今、パッと思ったのは、UART ね。UART ね。標準に入ってるんで、UART ね、UART は移植されてるような気がするな。確か、僕、全然使わないか分かんないけど、.NET フレームワークにありますよね、UART。IO 交通のとこにある。なんかシステム。IO、交通これか。なんか、だからね、ひょっとしたらいけるかもしれないですね、何もしなくても。だから、シリアルポートのだけだったら、そのままいけるのかもしれんなという。ISCSI とか、SPI とか ISCSI とかは、まあちょっとないので、どこの標準。DLL インテロップで書かなきゃいけないかもしれないけど。作らなきゃいけない。で、それをやってるのが、あれなんですよ。.NET コアの、GPIO のライブラリ。ありましたね。あれは、.NET コア用になってるので、頑張れば持ち込めるかもしれんけど、ちょっとそこ。まあ、そうですね。確かに。あれって、ターゲットプラットフォームをネットフレームワーク 4.5 でビルドできないですかね。ですね、なんかできたらよっていう気はする。そうそうそう。だからもしそれができるんだったら、もうビルドさえできちゃえば、あと、その、なんていうんです、そのネイティブに接続している、そのネイティブライブラリーを、こっちで言うとシェアードオブジェクトをどうなのって、その名前はちゃんと一致してるかとか、そもそも存在するのかとかあるけど、そういうのがあるんだったら、なんかそのまま持ってこれば、ものが。そう、いけるような気はしますよ。DLL インテロープの考え方、全然変わらないので。ライブラリの位置づけがね、なんか、ほら、ドットネットコアに入ってるみたいな書かれ方してるもんだから、そういう使い方をしようなんて人は多分いないだろうな。なるほどね。理由は分かんないですけど。あとはあれかな、なんかあとなんだっけ、思い出せないな、名前が思い出せないけど、C シャープから使えるそのハードウェア IO 系のライブラリーがあって、ノラ以外になんかそういうのあるんですか？いや、なんか全然知らないけど。ですね、ちょっと今、自分の資料を探すんですけど、あった、これ、MRA、